ここが第一世代コロニー、ムーンムーン。今のところブレイク反応はなしだよ。でも戦闘は始まってる。ジュロー君なのかしら。招待状さん、急いで。重装型のガンダムが戦ってる。あれがダブルゼータ。こちらエウーゴアーガマ隊、受動暗殺応答して。俺は妹を離脱してくカザビリ。あれだよ、あれにリーナちゃんがくくりつけられてる。リーナくくりつけられてるってどういう状況。敵を片付けて追いましょう。悪いで敵機の反応消失。小隊長、カザディを追って。ジュノ君も。リーナ絶対に助けてやるからな、待ってろ。あ、目標のモビルスーツが隔壁の向こうへ。リーナ、リーナ。隔壁のスイッチを調べるから敵を追っ払って。敵のブレイクインを確認。ケルググ、これ何グブなの。強いブレイク反応。巨人になっている。やっぱりムーンガンダム。なんだこの巨人は。4周期前、あの時の長老がムーン。どうやって開ければ。みんな離れてろ。いっけー、ハイメガキャノン砲。隔壁に穴が開いた。どうよダブルゼータの力は。これが新しい風を吹き込んだ4周期前に見た巨人の力。ちょっと目標はどのガザディ。ジドー、探してるのってあの女の子。リーナを知っているのか。いや、でも巨人が言ってる、この先だって。行こう小隊長さん、強行突破だよ。コンテナから火薬の反応、誘爆が狙えるよ。すんごい破壊力。これまさかコステの森の。ムーンムーン、本当に自然ゆ。お構いなしに敵は来るよ。こんなところで戦えってのかよ。上からも来る。巨人はどれだけ入り込んでいるんだ。地球にいるみたい。地球、本当の外の世界。おじ、俺は知らなきゃならないんだよね。うまく使ってね。やっと上まで来れたね。小隊長さん、足場に気をつけて。足を踏み外したらまた上り直しになるわよ。また計画に逆戻りしちゃうな。落とされてたまるか。しつこい、まだ来るのかよ。このミッションは
88年にね。でもブレイクインは古いモビルスーツが多いみたい。もしかしてこの世界の人たちを半分消してしまったっていう戦争の。イエスだよ、それが一年戦争。そうか、ミネバ姫様から聞いたのね。呼んでいる。ミネバの時と同じ女の子が。人の兄弟のつながり。なるほど、さすが神式、軽いな。グレミートとザビ家の血筋をめぐってハマー様と対立することになる。私こそがザビ家の意志を継ぐものだ。ミネバがジオンの未来じゃないのか。誰がそんなことを。よく見ればいい加減なモビルスーツめ、一挙に潰す。確かに頭は別のモビルスーツのものだけど。応援を出せ、押し切られるな。悪いけど一気にやらせてもらうよ。そもそも届けって本当にジオンに告げるの。実は天使においても、エンドラが落ちる限り戦力はまだある。それに何より、私には戦わねばならぬ大義がある。お前こそ正義など見えないのに。モビルスーツ隊、私を守れ。私こそがザビ家の。お前は血のことを言っているようだ。その原点はどこから。血筋のおかげで今の身分までのし上がってきたのではないはずだ。俺はリーナを助けるだけだ。簡単には返せんと言った。しまった、バウ撤退。リーナー、待って、ジュド君、今はムーンムーンの異常を調べるのが先よ。いや、ジュド、ここでお別れだ。君は妹さんを追わなきゃ。すまない、リーナ。俺、ジュド君は分かってるんだよ。今ここでやるべきこと。俺やるよ。ブレイク反応が強くなってる。データの乱れが激しくなってきた。この先には護身体がある。でも、なんだ、何か不思議な感じだ。いよいよみたいね。小隊長、油断せず進んで。探してきてみれば、まさかの展開だね。ダブルゼータガンダムに会えるなんて。イエス、やめろ。届けた流れ、ザビ家と特別な関係にあった陛下、クランゲル家の称賛。一緒くたにしないでほしいね。ユース少佐の目的はネオジオンの掌握なの。ネオジオンの大人たちは僕に従う。執事ってやつのせいでね。ザビ家のやりたい放題やってくれて、ただじゃ返さないからな。仕方ないんだ、ムーンムーンの姫君は僕には全て必要なんだ。運命ってやつ、僕のように作られた人間からすればこうするしかないじゃないか。作ろうと。そうさ、僕には他には。怖いね君。忘れるな、君ももう憎しみの連鎖の一つだ。憎悪と殺戮の歴史のね。暗闇の歴史。これでムーンムーンは守れたのね。四周期前の巨人、一緒に戦えてよかった。あの時の戦いが今につながってる。人は
一つにつながることができるって誰かが言ってたけど、一つに、うん、そうだよ、絶対。二つの歴史の重なりもやがて一つになっていく。生死でもね。